千賀滉大、最速160キロ、お化けフォーク、ノーコンではない、上昇チーム所属、キャリアハイ13勝、なんでやろう？先発転向後の勝利数、あのソフトバンクでこれって謎やな。1シーズン投げ抜くことが少ないから、クソスペ野郎だから。逆に言えばスペでフルに出なくてこの安定感はすごいな。最速は164だぞ、ノーコンではない。ん？球数多いんや。6回100球だと勝ち消されるから7回投げないとあかん。なんで多いんや。打たせて取れないから。最大出力以外は個人的にはメジャー向けには思えん。地球多いからテンポ悪くて援護ももらいにくいんやろ。エース対決に負けてる。リリーフが頑張って先発やってるってのにバテンがいった。ストレートとフォークピーってあんま勝てないイメージあるわ。山本もフォークばっかやろ。タイプ似てるやろ。山本は三振も取れるゴロピーって感じやから三振得かな。千賀とは似てるようで違うタイプやろ。山本と千賀って40イニングくらい差があるのか。今年はコロナにかかったせいもある。いや、7年連続2桁ってすごくね。フォーク空振り率高橋宏と佐々木朗希、山本由伸を抑えて先発1位なのに過小評価されとるよな。ご視聴ありがとうございました。他の動画もぜひよろしくお願いします。